皆さんこんばんは、りさです。はなです。ということですけど、今日ちょっと出かけるんで準備していこうかなと思ってるんですけど、ちょっと前までねお気に入りのコスメとかスキンケアばっかり使っちゃって、いろいろ冒険最近できてなかったのね。特にこう下半期というか、こうクリスマス近づいてくるとさ、ホリデーものだったりとかさ、そういうのもたくさん出てきて、それに感化されたので、最近ね毎日メイクで違うコスメ使ったりとか、なんかいいスキンケアないかなとか結構ねディグってんの。というわけでさ、今日もねこうお乳メンバーを迎えに行こうかなと思って。やっぱ向上心大事でしょね。こんだけね YouTube やってても、未だにこう新作だったりとか、いいコスメに出会ったな、いいスキンケアに出会ったなっていう時はすごいさ、なんかワクワクするし楽しいわけ。というわけで、じゃあ準備して出かけましょう。やってきました、アットコスメ東京。もう私のね庭と言っても過言ではなく、もう今週も2回目です。なんとですね、今アットコスメ東京ではオリーブヤングで人気の4つのブランド、こちらですね、が合同でポップアップを開催しているということなので、そちらをね見てお買い物していきたいと思います。じゃあ早速行ってみよう。はい、じゃあ早速入ってすぐの手前のところにブースができているので見ていきたいと思います。まずはね、私もめちゃめちゃ日常使いしているウェイクメイクからいきたいと思います。でこのねアイシャドウパレットが非常に人気なわけなんですけど、私はよくこのね2番使ってます。でもねこう見るとなんか全部可愛いよね。ちょっとずつ違う。男の人からするとね全部一緒に見えるかもしれないけど、私からするともう全部違う。可愛いよね。で今回このねフィル入りのブラシも来てるの。これね存じてたんだけど、私触ったことなくて、あでもめちゃめちゃ柔らかいね。ちっちゃいブラシも結構たくさんあるね。こういうの下側とかも使うのにすごいいいから、コンパクトでいい。しかも5本セットなんだね。なんかこれがすごい人気らしくて、なんかさっき教えてもらったんだけど、なんかウサギの尻尾みたいな、めちゃめちゃ可愛いの。ふわふわっていうブラシがすごい流行ってて、なんか882番が激推しの一押しらしいです。え、でもこっちも大きいブラシもいっぱいあるね。え、洗顔とかまであるんだ、ポア用の。知らなかった。結構いっぱいあるね。どれもすごい使いやすそう。毛質はめっちゃ柔らかくて、肌に肌当たりが良さそうな感じで、隣のねこのクッションも私使ったことあって、色何使ってたかな、ポーセリンだと、あ多分大体21番なんでこのバニラだと思うんだけど、結構明るめ で崩れにくくてめっちゃ良かったし、なんかねちょっと形状が可愛いの。丸じゃなくてなんかちょっとボコボコしてるっていうか、なんか おしゃれな感じになって、まあでもやっぱ一押しはあれみたいなので、まあみんなこの色あればね自分に似合う色あると思うんで、ちょっと見てみてください。でここも可愛いね、なんかこんな感じでこうやって撮ってインスタでも上げてください。これね私めっちゃ気になってたんだけど、パーソナルカラーセルフ診断、なんか韓国のパーソナルカラーってなんか細いじゃん。私やってみたくて、なんかここになんとあるらしいんですよ、これが。え、ちょっとみんなで動画越しで見て、私のパーソナルカラーをね見てほしい。じゃあ春から行くね。どう春。あー違うね、夏、秋、冬です。どれが一番似合ってるかはコメントしてください。私見えないんで、はい、っていうこともできるから、なんか自分のさ骨格だったりパーソナルカラーだったりって なかなか分かんないけど、こういうパネルで試す機会がせっかくこのポップアップであるので、こういうのもねやってみたら楽しいかもしれないです。ちなみにこのグロスめっちゃ好きでよく愛用してます。あ、パーソナルカラーで、そっか、スプリング、サマー、フォール、ウィンターでおすすめがあるから、なんかどれにするか迷った時はこういうのを参考にしても良さそうな感じですね。で、お隣が私が愛用しているバイオフィルボーです。もうこれ今年発売になった時にめっちゃまとめ買いしたのウェブでね。これもなんかあのゲルマスクみたいなやつで、しばらく 2,30 分つけっぱでいいからすごい好きで、なんかこれももうね買って持ってるんだけど、すごいね人気らしくて、あのめっちゃ極薄なの。
こんな感じで超極薄で、なんか乗せててもよれないというかフィット感がすごいし、ここちぎってなんか目元に使いたいよとかほうれい線使いたいよとかできるからめちゃくちゃいいです。こんな感じもなんか透けちゃうぐらいフィット感がすごいから、つけたままなんかドライヤーしたりとかそういうのにもすごい便利、めっちゃ今人気なんだって。でこれもすごい好きで、私去年の秋ぐらいになんか知んないけどすごい秋花粉みたいので顔とかがやばくなった時にすごい使って気に入ったやつ、よく見るとすごいつぶつぶのね雪みたいな感じになってるだけどこれもねすごい好きなの。使ったことない人は使ってほしいな。めちゃくちゃみずみずしいテクスチャーだからね、こんな感じめちゃめちゃみずみずしい、オールシーズンおすすめで、あともうこれもこれも使ったことあるんだけど、やっぱりなんかバイオヒールボーといえばこのタンタンクリームなので、これもぜひ触ったことない人、試したことない人は試してみてほしいやつです。ここにねみんなの大好きなスプーンがあるから、これ使ってテスト触ってみてください。これこれちょっとね固めのクリームで、そういうクリームです。これももうね使い切ったね、こんな感じで本当に調子いいのでぜひぜひ使ってみてほしいです。いっぱい塗ってたら腕も綺麗になっちゃうから、いろいろ試してもらってっていうやつですね。でこの乾燥肌荒れ予防のパンテセルっていうシリーズだとか、あとなんかこのセラミューンってまだね見たことない人多いかもなんだけど、これがなんか新しく出たラインで、なんかこれがすごいおすすめらしいの。ちょっと変わってて、めちゃめちゃ変わってるから面白いから見てほしいんだけど、クリームスキンってやつで、これね化粧水なの、クリームだけど化粧水って名前で、結構なんかとろみが強めかなと思いきや、なんか伸ばすと意外とシャバシャバまではもちろんいかないんだけど、すっと馴染んでくれて非常に良い感じです。でこの先端が面白いでしょ、なんかもうこのままこう当ててもいいよっていう感じで作られてるらしいので、そういう風に使ってみてもいいかなと思います。なんかこの乾燥シーズンにめっちゃ良さそうな感じなので、この新しいシリーズもいいかも。クリームスキンです、これからすごいバズるかもね。2階もブースがありまして、こちら私まだね知ってはいるんだけど使ったことないブリングリーンさんが来てますね。でなんかこっちがヨモギ、ヨモギも流行ってるよね、とこっちがティーツリーらしいんだけど、噂によるとこのトナーがすごい人気で、あとこのトナーパッドがすっごい人気らしいんで、ちょっと触ってみようかなと思います。すごいいい香りがする。すごいなんかボコボコじゃなくてツルツルだから肌につけても優しい感じ。あ、薄いからこうやってピタってくっつけても落ちにくそうで、めちゃめちゃ肌触りいいんだね。いろんなトナーパッドあるけど、こそげ落とすみたいなタイプもあるけど、これは非常にツルツルな感じの触り心地で非常に良いです。これなんか角質ケアとかもできるらしいんで、結構なんか鼻周りとかザラザラしたりしがちなんで、家でもねトナーパッド非常に使うからいい感じです。香りもいいし、ちょっとこのまま乗っけとこうかなもったいないんで乗せつつ、でなんかここに2種類あるけど、あそこにまだねラインナップがあって、これがラインナップらしいんだけど、日本人にはこれもすごい人気って教えてもらった、このセラヒーラっていうのも人気って言ってた。普段ねネットでお買い物する民が多いと思うんだけど、ここだといろいろなやつがね触れるので、ぜひぜひ触ってみてください。でここにはアイドルちゃんたちがいたり、こういうことですね、ハワイのブースがこんな風になってんの。しかもここでゲームもできて、できるってちょっとやってみようかな。私が多分一番初めにゲームする人なんだけど、ちょっとやってみようと思います。炎症をタッチしてやっつけようか。意外と早いぞ。え、ちょっと待って待って待って早いよ。ゼロなんだけどちょっと待って、あれ押せてない、あれ全然できてないです。思ったより早いっていう、多分みんなが予想した5倍盛り上がるゲームがここにありますということで、2階のブースはこんな感じとなっておりますので、ぜひここでこんな感じで写真を撮っていただいたりとかいいんじゃないかなと思います。でですね、なんとこちら見ていただいたら分かるかと思うんですけど、ガチャガチャやってますね。日本人がみんな大好きガチャガチャやってるんだけど、こんな感じでスタンプラリーできる台紙があるんですよ。だからこれを皆さんもらっていただいて、条件をクリアしてこうスタンプを押してもらってください。で私条件クリア OK なので、ガチャガチャをしていきたいと思います。こんな感じの特殊なコインがあるので、これをもらって回していきたいと思います。うわー、これでもどこがいいかな、ここかな出てみたり回します。お、これ
何色？ピンク。ピンク。これカラーがね決まってて、今ピンク出たので、ここにいるスタンプのお兄さんにこれを見せると、ピンクだったらミラがもらえます。こんな感じでこういくつかあるので、出てきたボールの色で何がもらえるかということが書いてありますので、皆さんもやってみてください。ということで、いろいろ見て回ってお買い物終わりました。もうガチャガチャできたし、スタンプラリーもしたので非常に良かったんですけど、突然現れた、これみんな何って思ってると思うんですけど、このスタンプラリーをコンプしますともらえるんですよ、このめっちゃしっかりした袋が。再利用可能のこのね、可愛い袋がもらえるんですけど、ただ袋がもらえるだけじゃなくて、ちゃんと物もくれんの。さっき言ってたすごい気になるブリングリーンの、この試してみたかった T3 のトナー、なんと100ミリ入ったやつと、あとウェイクメイクのリップ、そして推しであるサンタンクリームのミニ、これがねなんともらえちゃうんですよ。すごくない？気になってたやつと好きなやつしか入ってないんで非常に嬉しいんですけど、ぜひぜひスタンプラリーの方も参加してみてください。じゃあいろいろね買ったんで、早速お家帰って開けてみたいと思います。帰ろう。はい、というわけでですね、気になった子たちをお家に連れてきたので、いろいろ触っていきたいかなと思います。1個目、これすごい人気という、実は私も持ってて使ったことあるんですけど、バイオヒールボーのタイトニングコラーゲンパッドです。これね、まだ使ったことない人もね結構まあいるんじゃないかなと思うんですけど、本当にね薄なのよ。なんかねすごい使い勝手がいいんだよこれ。で、蓋の中にこんな感じでピンセットが入ってます。こんな感じ。これね120枚も入ってんだって。はい、もうなんか私ちょっとギリモザイクみたいなそんぐらいの薄さなの本当に。でね、こんな感じで液ひったひたです。薄いから本当にフィット感いいのと、これ切れ目が入ってるんで、こうね、まあもちろんこのままでもいいし、切ってこう目元だったりとかに使ってもいいし、こういうとこに使ったり、頬が乾いてるよ、おでこが気になるよってことで、なんか自分でカスタムできるのいいよね。ちょっと今首につけておこうかな。首もね大事だからケアは。こんな感じで、もう京都の料理人の大根のかつらむきぐらいよ、薄々なので本当にフィット感がよくて、こう動いても落ちにくいっていうのがいいところかなと思う。 T3 コラーゲン、マイクロバイオーム、あと LHA、 そしてね12種類のペプチドコンプレックスが配合されてて、目立つ毛穴とお肌をこう滑らかにしたいよっていう人におすすめな集中ケアパックです。で、これ今年発売になったやつね。これ発売になった時に、何個か買ったの何個か買った、2箱分ぐらい買ったんだけど、ちょっとね今日開けちゃう。今ねメイクしてるから、後でねお風呂入った後にこれをつけようかなと思うんですけど、これね上下で分かれてるタイプ。これは、はい、こういう感じのやつね、ゲルマスクでフィルムが2枚ついてるので、こう剥がして使うんだけど、このバッグ名前がですね、プロバイオダームリフティング T3 コラーゲンゲルマスクっていうものですね。はい、ゲルです。これね、ゲルタイプなので、徐々にこう肌に吸い付いていって、パックはね薄くなってくので、やっぱねゲルタイプだとちょっと重みがあったりつるっとしててずれやすいので、最初私つけ始めの時はソファーとかで寝っ転がりながらやってます。で、これですね、裏表実はあるんですよ。知ってました？これね、よく触ってみるとつるっとした面と凹凸がある面があるんですよ。つるっとした方がお肌側です。そのね、つける面はちょっと注意してね。これやっぱ使った後はお肌がジュルンってなる気がするね。こういうタイプってさ、だいたい 2,30 分じゃん、つける時間が。だからまあ使うのはだいたい夜かなっていう感じです。朝とかはさっきのやつでパパッと済ましたりとかすることも多いんだけど、終わった後はパッティングして、そして蓋ね。で、蓋はやっぱバイオヒールボーで一番人気なんじゃないかなと思うんですけど、こちらね、はい、これはねもう去年から私はね使ってるアイテムなんですけど、やっぱこのね人気のタンタンクリームとの相性もバッチリらしい。プロバイオダームのリフティングクリームね、なんかタンタンクリームっていう聞くことの方が多いから、正式名称はリフティングクリームなんだね。プロバイオダームリフティングクリームです。これねすごい好きでね、よく使ってたのよ。こんな感じ、ちょっと薄ピンクっぽい感じ、肌の張りに特化して作られたっていう、そういうクリームね。なんか最近ねこうお肌の弾力だったり肌だったり、そういうのがすごい気になるよっていう方は、もう特化されて開発されてますので、こちら非常に良いかなと思います。タンタンクリームね、いいよ。こんな感じね、スルスルっと伸びていって、いい香りだしね、使ってみてほしい。はい、そんな感じでこのね人気のタンタンクリーム、香りも良いので嗅いでほしいですし、ハリ弾力気になってる方多いでしょう、同世代多いと思うのでね、ぜひぜひこれね本当良いです。
はい、じゃあね、今ね、スキンケアだったんだけど、次はね、アイシャドウ行きたいと思います。もうアイシャドウのパレットといえば、まあもちろん有名なのとか大好きなのたくさんあるんだけど、ウェイクメイクを本当に今年を見ることが非常に多かった気がする。で、私も別に全然お仕事とかではなく、ウェイクメイクのパレットもともと持ってて、がっつりイエベだからあれなんだけど、ブルベカラーの2番とかすごい愛用して使ってました。で、ちょっとね、全部ないんだけど、いくつかね、ピックしたんだけど、なんかね、パレットって幅取るからさ、もうあんまり買わないようにしようって思うんだけどね、可愛くてついつい買っちゃうんだよね。なんかマットもキラキラも入ってるから半々くらいなのかな。ラメの具合とかもなんかちょっとラメあるやつもあればわーってラメが入ってるやつもあったりするからね、なんか使いやすいの非常に。とにかくこれ2番なんだけど、意外じゃない？私がこの2番のカラーチョイスして使うのってちょっとね、なんか普段私がメイクしてたりとかの動画を見てくれてる方からするとちょっと意外かなと思うんだけど、なんかたまにはね、なんかちょっと違う風味も入れてみようって思ったから買ってみたやつだったんだけど、ピンクなんだけどこういうマットなやつだったりとか、なんか使いやすいカラーとかも入ってるから、うまくね混ぜるとすごい使いやすくて良かったんで、意外と私いけんじゃんって思ってすごい使ってた。2番ね、これも非常にさ、これ3番なんだけど使いやすそうじゃない？これも非常に使いやすそうで可愛いカラーだし、こういうカラー好き。待って、この3番のこの人ユニークってカラーらしい。こういうカラーとかさ、ちょっとさ、ピンクパール、あ、可愛い。いや、うん、うえい、こういうのとかね大好き私本当に。この2個下のさ、この下のラメアクセント、確かに君アクセントになりそうだね。あ、ちょっとさっきよりもオレンジ味が増した感じというか、かわいいねえ、かわいい。3番もかわいいな。3番もハピネスかわいい。ちなみに、そうそうそう、いろいろさ、色のパネルをはめてたシーンがあったかと思ったんだけど、さっき言ったこの2番のピンクのね、パレットはライブリーブラーリングってカラーで、ブルベ夏ミュート、ブルベ冬クリアで、今ちょっとこう出した3番はサンセットブラーリングってやつで、イエベ春ライト、イエベ秋ミュート。ちょっと私もね、細かいところのブルマでちゃんとやってないからあれなんだけど、イエベっていうのがちょっと出てきて近づいてきてる感じですよね。3番も非常に可愛い。挑戦したいんだけど、このパレットは絶対に似合わないかもしれない。いや、メイクさんとかが使ったら実は似合うのかもしれないなと思ったのがこれね、4番。はい、いやー絶対に似合わないよね。うまく使ったりポイントで使ったら似合うのかな。これね、これは4番のラベンダーブラーリングで、ブルベ夏のライトだったね。一番私が遠いところにいそうだからだよね。こういうのね、似合う人ほんとなんか憧れちゃうんだけど、っていうこういうがっつりブルベのカラーもあるし、いっちゃん人気これじゃない？お、一番使いやすそう。でもね、私はこういうね、夏になるともうちょっとこっち系行きたくなるんだけど、7番とかも好きだね。可愛いよね。うわ、1番をだからいつも決められないんだよね。季節とかでも使いたくなるカラー変わってきたりするじゃないですか。なので、どれがいいかな。でも、まあ、同じくイエベの人だったら多分、第一印象は私と一緒だろうね。定番のところで言うと、357じゃない ?357 だよね、きっとね。3。こう合ってる？なあ、ね、じゃない？まあ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 、ぜひ参考にしてみてください。あとは最初にさ、この自分のジャンルがどれかっていうのをね、ちゃんと調べてからやった方がしっくりくるパレットが見つかるかもしれないね。やーん、今日ちょっと起きたらこれでメイクしよう。このパレットはですね、オリーブヤングのメイク部門ランキング1位だそうです。まあそうだよね、だからだよね、今年めっちゃ見たもん。なるほどね、どのパレットも可愛いです。次これよ。これもちょっとね、衝撃だった。現場でっていうのはあれだけど、ブースのところで触った時にめちゃくちゃ良さげだったから、これちょっとメイクで使いたいね。これ蓋がこんなちゃんとしたのついてるんだね、ありがたい。そうじゃないと結構さ、なんかこんな感じで寝癖ついちゃったりするもんね。かわいい、本当にウサギちゃんの尻尾みたいで、うわ超柔らかいね。うわいいわ。フェイスパウダーとか最後の仕上げで置けるのがいいのかな。超触り心地いいんですけど、なんかわかんないけどずっとこうやって撫でていたい。なんか仕事で怒られたりとかした時に職場に置いといてこうやってやってたら、なんかもしかしたら癒されるかもしれないっていうぐらいすごい触り心地いいわ。おっきいのがより気持ちよさ感じるのかもね。でもこれ使ったら結構アイシャドウのブラシとかの方がすごい気になってきたから、他の番号も気になる。これがブランド名がフィリミリで、シルキーパウダーブラシ M882 です。
結構いろんなブラシ使ってきたけど、マジでトップ3に入るぐらいには余裕で気持ちいいかもしれない。しかもこういうカットになってるんで、こう斜めにねつくので非常に使いやすいんじゃないかなと思います。いや、いいわ、これヘビローテしていくわ。これも明日のメイクに使う。明日のメイクに使うもの忘れちゃうからもうここに置いとこう。はい、これね、そう、現場ではちょっと触ってみたけども、ブリングリーンのさ、これ一番人気なんでしょ。ブリングリーンでヨムギセラカーミングモイスチャートナーパッド。え、これ90も入ってる。え、これ90も入ってるのすごいね。あ、これもでもバイオヒール棒ぐらい薄いかもね。なんかトナーパッドでこういうチュルッとしたタイプってあんまり使ったことなかったね。本当になんか餃子の皮みたいな薄そのねやつで、ほんと気持ちかった。うん、なんかこうくるくるしたりするようなタイプの、まあ毛穴タイプのものとかな、もうそういうのもあったりすると思うんだけど、これはほんとにカーミングらしさ、気になる部分にこうやってつけてあげてっていう感じだから、こう肌当たりがいい生地でこう薄くねぴったりフィットしてくれるような、そういう感じになってるのかなっていう感じ。非常にいいよね。いや、香りも好きなのよ、このちょっとちょい盛りみたいな感じの香り、非常に良い。これでもね、非常にいい感じ、ちょっととろみのある感じでいいんじゃない。なんかちょっとサマーバケーションに行って日当たった時とかさ、カーミングとか保湿大事だからね、ちょっとそういうお供で連れて行ってあげたくもある。結構いい感じですね。やっぱ肌当たりの良さって大事だからね。うん、こちらにもやってね。はい、非常に密着感があって落ちにくくて良いです。リピするぐらい好きになりそうな予感がする。これも使っていこう。次で最後なんだけど、これなんかすごい日本人に人気らしいっていうことで、完全に初めてなんだけど、これ使ったことある人いる？これブリングリーンのセラヒラ 4.3 リペアセラム。いいじゃない、もう名前がリペアセラムだもん。いいよ、リペア好きよ。あ、だいぶ見て、だいぶトロットロだわ、トロットロだわ。あ、でもすごい、のせた後とんでもなくみずみずしいね。このトロットロだとさ、ちょっと重くなるかなと思いきや、その後のみずみずしさがすごいね。全然ベタつかないわ。あ、いいよ、ちょっとトロットロで重いかもって思ったけど、これは良いわ。これはね、日本人好きなテクスチャーだと思う。うん、あ、ほんと匂いはほぼないね。これはどういうものかっていうと、肌のバリア機能をしっかりケアしてくれるよっていうやつらしい。ほんと最近ね、バリア機能についてはめっちゃ思うところがある。私、肌のバリア機能がちゃんと整ってて、こうターンオーバーとかもちゃんと調子いい時、ちゃんとお肌の調子がいい時と調子悪い時だと、美容施術とかした後のダウンタイムの出方とか長さだったりとかがなんかすごい変わってくるなっていうのを思ったのよ。いやいやいや、めちゃくちゃ思ってたところにいいやんってアイテム来るじゃん。しかも本当にね、びっくりするぐらいあんなトロトロだったのにすっと馴染むね、気持ちいいぐらいに。これだったら夏でも全然良さそうな感じ。冬ももちろんいいと思うんだけど、いや、これほんと今すぐちょっとメイク落として試したいぐらいの勢いで、結構テクスチャー気に入りました。いやいやいや、バリアに特化したアイテムすごい好きなのよ。いつもこういう状態のお肌で過ごすっていうのは難しいと思うのね。やっぱ花粉だったりとか、こうね、ホルモンのうんぬんとかでさ、あるけど、このなんかいい時と悪い時のこの振り幅をちょっとでもこう減らしていきたいなと思ってるので、ちょっとこれ使ってみたいなと思います。いいじゃん。いや、これも人気な理由が分かったわ。はい、ということで今日新たにいろいろ仕入れてきて非常に楽しかったですね。いいもの見つけられたし。ポップアップストアはね、アットコスメ東京でやってるんですけど、バラエティストアだったりとか、ロフトだったりとかも購入できるので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで非常に満足でございます。というわけで今日の動画はこんな感じでした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。